ね、まあ、僕の好みでやってということでお願いしました。じゃあお願いしましょう。中町宏。中町宏です。どうもありがとう。何を歌いますかって彼からメールが来たんだけど、メールが来る前にここのホームページに僕の名前と曲目はもう書いてあった何を歌いますかって曲も書いてあるじゃないかじゃあそれしようかというだけです。オーサイズワイド、これはあの古い、今お話ありましたスコットランドの曲ですけど、これは様々な方が昔から歌っております。僕も随分長いこと歌ってるんですけど、脳細胞がだいぶ減りました、ね、なかなか覚えられない、前にこういう歌詞カードとかね置いてありますけど、これはラブソングです。
コンサービスライトしてもらいます。つい先頃ですね、ちょっとある出会いがありましたので、CD というのを作ったんですけども、まあ、4曲入ってるんです、まあ、もしよかったら帰り、まだ今準備してませんけど、終わってからお前がそう言ってやれって話だったのでまだ出てませんので、もしよろしかったら一応あのお心づけということで1200円のえっと、次の曲はですね、さっき、奥田さんからお話がありましたけども、阪神・淡路大震災の折に作られた曲で、満月の夕べという曲です。あの、まあ、今日はあまり持ち時間がない、喋らない方がいいんですけどね、ともかく地震で何もかもなくしてしまった人たちが港の公園で夜みんなで佇んで、ぼーっとお互いに交わす言葉も浮かばず、焚き火を囲んで、見上げてみれば満月がかかっていたという、そういう、まあ、非常に、まあ、困難な状況を歌にした曲なんですけど、僕が曲にしたんじゃないんですけどね。
がこの時代に走らされた。全てをなくした人はどこへ行けばいいのだろう。それでも人はまた汗を流し、何度でも出会いと別れを繰り返し、過ぎた日々の痛みを胸に、いつか見た夢を目指すだろう。やっさほや歌が聞こえる、眠らずに朝まで踊る。やっさほや焚き火を囲む、吐く息の白さが踊る。解き放て命で笑え、満月の夢。やっさほや歌が聞こえる、眠らずに朝まで踊る。やっさほや焚き火を囲む、吐く息の白さが踊る。解き放て命で笑え、満月の夢。どうもありがとうございました。ありがとうございます。中間千尋でした。一言だけ言いたいんですけどね、僕は東京オリンピックをまた呼ぶと言ってますけども、気違いかと思いますね。結局福島を見捨てたってことですよ。だって大きな金がかかるし、ね、壊さなくてもいい国立競技場また作り直す、それに工事の人工は全部あっち行っちゃいますよね。復興支援これからどんどん加速していくなんて言葉だけですよ、言ってること。こんな僕は政治は大嫌いですね。なんとかしなきゃいけないとは思いますけども、ともかくメディアで流していることは相当フィルターがかかってますから、皆さん自分たちで注意して情報を、確かな情報を得るように自分たちが考えないと、みんな利用されてますよ。そこだけは私言いたい。宣伝するわけじゃないけど、週刊金曜日という雑誌があります。あれは真実が出てると思います。それから YouTube、 これ見ますと様々な、絶対にメディアには載せてもらえない方々が様々に自分のオピニオンを言ってます。ぜひ皆さんで自分たちの気持ちを持ってですね、真実の情報を伝えて掴んでいきましょう。中町でした。ありがとう。どうも詳しくは中町博士のFacebookで見ていただきます。